キング&プリンス平野翔24が主演する24時間テレビ21から22日日本テレビ系内のドラマ生徒が人生をやり直せる学校は自身の記号国歴史記号となるかもしれない。実話を元にした同ドラマは無気力生徒の吹き溜まりと呼ばれた高校が舞台。様々な問題に奮闘する先生と生徒の物語で、平野は熱血教師を演じる。キンプリもツアーの準備などで忙しい最中だったでしょうが、それでも平野くんは笑顔で撮影に臨んでいたそうですとはある制作会社関係者。共演するのが、先日俳優の市村正親と離婚し、その直後、韓流グループスーパーノヴァのガンスとの熱愛を報じられた篠原涼子だ。しかもドラマのキーパーソンという立ち位置。離婚の経緯は詳しく語られていませんが、子供の親権が市村さんにあって、直後に熱愛ですから、世間は少なくとも子供よりも男を取った、不倫疑惑という見方すらしている。チャリティー番組でそういう女優を起用するってどうなのという声は多い、芸能関係者。とはいえ、ドラマの放送は21日の夜9時頃。今さらキャストを変えられる段階ではない。前出の関係者はドラマが始まれば、ネット上では篠原の離婚熱愛ネタや、子供の話もぶり返すだろうと言われています。平野としては、思い出したくないドラマの一つになるかもしれません。平野にとってはまさかの記号もらい事故記号と言えそうだ。